バスタードソードは、両手、片手持ちの両用の剣。片手半剣とも呼ばれる。別名、ロングソード、ハンドハーフソードとも言う。バスタードとは、雑種、または、非政治という意味であり、ひばごとしての意味が強いため、海外では前述のハンド &A ハーフソード表記の方が、正規表記として採用されているケースが多い。類似、複合といった意味もある。 発音がほぼ同じバスタードと混同されることがあるが、誤りである。雑種の名が完成られた理由にも諸説あるが、片手剣と両手剣の間の剣である切ることもつくこともできる。剣である切ることに適した、ゲルマン系の剣とつくことに適した、ラテン系の剣の間の剣であるとの説がある。バスタードソードは13世紀から14世紀にかけて、片手剣から発展した武器である。 その汎用性の高さゆえ、14世紀から15世紀にかけて、騎士や兵士たちの間で補助用の武器として人気を博した。ただ、その長さゆえ、平時にはあまり使われることがなかった。当時の人々は、片手剣、両手剣、バスタードソードを明確に区別することなく、時には混同もしていた。バスタードソードが登場する時期は、鎧が急速に発達した時期と重なる。 板金が騎士の体を追っていき、最終的には盾がいらなくなるほどの防御力を手に入れる。また、この頃の騎士は徒歩、馬上と様々な状況での戦闘が期待されるようになる。バスタードソードはこの状況に対応するべく、両手使用を基本としながら、片手での使用も可能としている。鎧で重武装した敵は鎧の隙間への 鋭く細く尖った切っ先による一つで倒し、軽武装の一般兵には、両手を使った斬撃で切り伏せる。バスタードソードなどと呼ばれる大型の剣を片手で扱うには、屈強な体格を必要とするが、進化を発揮するのは地面に降りて、両手で使う時であり、両手使用すれば、鎧を叩き壊したり、骨折させることもできた。また、 片手剣にも片手半剣にも両手剣にも剣心を持ち、単やりのように扱い、鎧の隙間への正確な諸つを狙うハーフソードや剣心を持ち、柄やツバでハンマーのように殴りつける殺撃という打撃力の高い西洋武術があり、鎧に対して有効であった。両手剣と同じく板金鎧の発達に対応した武器でもあるが、さすがに、板金鎧を切り裂くことは、バスタードソードは、 愚か両手剣でも不可能であった。しかし、体験で打撃されれば板金鎧を装備していても切られることこそないものの、その打撃の衝撃は極めて大きく、着用者の肉体的ダメージは計り知れない。バスタードソードは15世紀を頂点にして衰退の道をたどる。1570年の頃には実用性を失っていたようである。騎士たちは時代にも夜がやり、 盾と片手剣の他に、蔵の前輪から斧、またはメイス、それらに加え、ロングソード、または両手剣を馬にぶら下げているのが、一般的な装備だった。また、スイス傭兵たちは、ハンドガン兵の腰にバスタードソードを装備させておき、三兵戦後に本体が交戦する前段階でこれを、振るって、白兵戦を行った。握りが長いのは、 敵の槍の穂先を切り落とすために両手で全力で震えるようにしたものでもある。その他、スイス傭兵たちはパイク戦術の中で前面にハルバードとバスタードソードを装備した部隊を配置していた。バスタードソードや両手剣やハルバードはパイク兵の密集陣形に対抗する重要な武器であった。ドイツ傭兵ランツクネヒトは両手剣を好んだが、スイス傭兵は 片手半剣やハルバードの方を好んだ。西洋の片手剣は、ほとんどのものが80から1 0 0トルの間で作られている。これは、成人男性の腕の長さに合わせて作られているためで、あり、剣を振るう際は、剣を自分の腕の延長とみなして扱う。したがって、腕と同じ長さの80から1 0 0トルの剣が、最も扱いやすいとされる。ところが、 バスタードソードは当然それよりも長く重い。バスタードソードは片手と両手のどちらでも扱えるよう、塚頭及び握りの重さが等身と釣り合うように設計されているのだが、使用者にとってはこの重さが大きな負担となる。つまり、バスタードソードは独特の重心と使用法を持った剣なのである。そのため、バスタードソードを扱うには専用の訓練を受け、 扱い方を身につける必要がある。剣の分類は未だ確定事項が出ていないことも多いが、このバスタードソードは、などの特徴でもって分類される説のほか、ロングソードと同一視する説もある。その場合は、となっている。ダンジョンズドラゴンズをはじめとする、TRPG では、片手でも、両手でも、使用可能な剣として登場する。小説、ロードストー選記で、 パーンが父から受け継ぎ、最初に使っていた剣はバスタードソードである。アニメでは終盤まで愛用され、主に両手で使われていた。バスタードの意味を採用している作品もある。例えば、中里徹氏の、あのわしの対戦では、粉砕剣にバスタードソードのルビを振っている。ありがとうございます。